数のことは、ニシンの魚卵及び、ニシンの卵巣をそのまま塩漬け、または乾燥させたもの。小ち昆布語源は、角の子の名とされており、これは金世までニシンを角と呼称していた名残である。基本的には、メスの腹から取り出した魚卵の塊そのものをそのまま、食さず、一度、天日干し、または塩漬けにしたものの方を食用とする。 ニシンの卵の一粒一粒は非常に細かいが無数の卵が相互に決着しているので全体としては長さ約1 0トル、幅約2トル前後の細長い塊となっている。ニシンが昆布に卵を産み付けたものを小餅昆布と呼び、こちらは珍味としてそのまま食用としたり、高級なお寿司屋さんでは寿司のネタとしても利用されているが基本的には 価格が高い。また、その見た目が、黄金色をしている様子から、黄色いダイヤの衣装を持っている。日本の市場で流通しているもののほとんどは、星数の子、塩蔵数の子、味付け数の子に分類され、一般には、味付け数の子よりも塩蔵塩蔵数の子よりも星数の子の方が高級な、ものとして取り扱われている。星数の子や、塩蔵数の子は通常そのままでは食さず、 一度、水戻し、または、塩抜きをしてから食用とする。食通で知られる、北王子路三人は、数の子は、塩漬けや生よりも一旦干したものを水で戻したものが、うまい、数の子に、他の味を染み込ませてはならないと書き記している。また、数の子は音を食うものとも言っている。イクラタラコからすみ等の他の魚卵の塊と比較すると、非常に硬い点から、 その味の他に、歯応えや、咀嚼時の、プチプチという音も楽しめる。日本以外の地域では、近隣のアジア諸国、及び日清の漁獲量が多い北米、ロシア、欧州等の地域でも、数の子を食用にする習慣は、基本的に一般的とは言えない。それらの地域では、日本に輸出を開始する以前は数の子をすべて廃棄していた。数の子にはコレステロールが含まれているが、 そのコレステロールを消し去るだけの EPA が含まれている。コレステロール値が減少する結果も出ている。また、通風の原因となるプリン体は意外にもごくわずかしか含まれていない。日本では室町幕府13代将軍、足利義輝に数の子が献上されたという記録がある。その後、流通量は増加し、正月のおせち料理やゆいのうにおいて、 数の子の粒の多さが子孫繁栄を連想させる比喩から縁起物として用いられる事例が増加した。上述の縁起物として用いられる点から、俳句や短歌では新年のことほぎや新しい出来事を連想させる冬の季語としてもたびたび引用される。俳人や小説家で知られる高浜巨子はこの数の子で、 数の子に、追いの歯茎を鳴らし蹴りという俳句も読んでいる。教法の改革によって、倹約を進めた江戸幕府八大将軍、徳川吉宗が、正月だけは、止めるものも、貧しいものも同じものを食べて祝ってほしいと願い、数の子を、おせち料理に加えるのを推奨している事例から、当時でも江戸市中では、入手が容易だったと考えられる。昔の数の子は、 星数の子が一般的で、塩蔵数の子が製造され始めたのは1900年代に入ってからだと言われている。日本の明治から大正を経て、及び昭和の初期頃までは、北海道を中心として、ニシン漁が盛んであり、その様子はソーラン武士にも歌われ、漁師の中には、ニシン五天と呼ばれる大邸宅を持つ者も,もあった。したがって、日本産の数の子の入手も、 比較的容易だった。しかし、乱獲、または気候変動による海流の変化により、1955年頃を境にして、二シの水揚げ量が激減し、日本産の数の子は一気に貴重品となり、これに対して輸入品が台頭する、期待に貧する事態となった。1980年には、数の子の買い占めが原因で倒産した水産会社がしきりに続出する騒動もあった。 1996年以降、日本においてもニシンの水揚げに、ようやく回復の兆候が見られ、若干量だが、国内産の数の子も再び見られるようになった。なお、国内におけるニシン化工業のほとんどが、北海道ルモイ市で占めている。また、同市の特産品にもなっており、ふるさと納税のお礼品にもなっている。日本国外では、カナダアメリカ合衆国のアラスカ州、 イギリスのスコットランドロシア等で水揚げされるニシンから数の子が作られ、日本もこれらの地域産のものを輸入している。これらの地域の中、アラスカ等の北米大陸西海岸側のものは主に塩蔵数の子として、カナダのニューファンドランド島等の北米大陸、東海岸側のものは主に味付け数の子として、またヨーロッパ産のものは塩蔵数の子。 味付け数の子双方として、それぞれ加工される傾向が多いとされている。銀条百戦2007から2008、車窓、交通新聞、P3、平成28年度版ルモイシフルサトノゼー、お礼品、カタログ数の子について、カナディアンパシフィック数の子協会、ありがとうございます。